ここのところ妙に取材が非常に増えてます。それはなぜかというと2つ事件があって、1つは浦和レッズのこと、それからもう1つは、私の地元の四国で遍路道に何だったっけ、差別的な、要するに朝鮮人は何とかって書かれたような貼り紙がされたからです。でこれ自体は私の認識だとマスコミが注目するようになったから初めて取り上げられるようになった側面もある。つまりメディアが作り出している問題であるというところもある。もちろんあれですよ、問題がないということじゃなくて、かつてからあったものがメディアが注目することによってものすごく相乗乗ってきたという側面もあると思っています。ただこれは今日20連の主催する講演として言うと、運動にとってはチャンスなんですね。だからメディアがせっかく作ってくれてるところにうまく乗っからないと、運動というのは一生ずっとこう何もできないままに終わるので、それで何とかしたいというふうに思っております。で今日大きく言うと3つのお話をします。で1つ目何かっていうと、1のところ、不安と排外主義運動というところです。でこれなんでわざわざやるのか、私これ何でしょう、今更というふうに私としては思うんですが、ただ何度言っても不安が根底にあるっていう話を排外主義の、メディアの方繰り返すんですよ。だから例えば、資料をいくつかつけたうち、すいません、資料の5っていう丹後紙市61万票の意味っていう、これをかなり毎日新聞で大きく取り上げました。つまりなんで玉紙が60万票も取ったのかっていう話ですね。でこれは私は要するに趣旨として言ったのは、石原が300万取ってる東京で、それから知名度を引いて行政経験を引いて同じ局である玉紙が60万票を取るのはそんなに不思議なことではない。若者の支持が多いのは、若者っていうのは既成政党以外に入れる傾向が強いからというような説明をしていったわけです。それからあとはその出口の結果を見ると、そんなに階層が低い若者が入れてるわけじゃないんですね。男性の20代の男性では玉上が実は投票先としてトップでした。でもこれ実は保守なんでしょう。20代で言ってる人はそれなりに政治意識も高い人なんで、決して階層低い人たちではないんですよっていう話をしたにもかかわらず、私から取れる部分は取るんですが、じゃあ最終的には何が根底にあるんですかっていう時に、よくわからないアイドルの研究をしている哲学者のものを引いて、不安が根底にあるっていうふうに言うわけですね。だから何度否定してもちょっとゾンビのように復活してくるんで、すみません、私もしつこく否定せざるを得ないというのが前半の話です。それが1つ目で、2つ目はじゃあ私が多分他の方と違って多少言えるのは何かっていうと、実際に調査してインタビューしているところです。そこから何が言えるのかということが2つ目。から最後、ここを中心にというふうに高谷さんには言われているんですが、戦後の政治、あるいはその在日コリアンと排外主義っていうのをどう考えるかという問題になります。でその上で実践的な外因についても何か論題を提供せよということになります。でこれは研究者はあんまり得意じゃないです。研究者は分析するのが仕事で、残念ながら実践についてはまともなことが言えないんですが、内地へ絞って書いたのが4つ目ということになります。で1ですから、これは本題ではないんですけど、前提としてお話ししたいことなんですね。で何が言いたいかっていうと、例えばそこで何人かを取り上げてます、本田由紀とか五野郁夫とか、いわゆるネット論壇とかでよく出るような人、あるいは何でしょう、自分の専門以外のことでもいろんなことを言う文化人的な人たちもう何の根拠も示さずに、要するに不安が根底にあるって話をするわけです。で例えばもうちょっと有名というか評価されている人でいうと、小熊英二がいます。でも小熊英二、これよく見ていくと何が言えるかっていうとですね、彼要するに2のところに行きますけど、彼は仮想と排外主義が結びつくわけではない。でこれはそうであると言うんですけど、違う、でも違うんだよと、階層と関係なく不安を持つ人が排外主義に走るんだよっていうわけです。で何が言いたいかっていうと、彼は要するに不安が根底にあるっていう、これも信仰だけなんですよね。彼はもう、私は信仰に近いもんだと思ってます。だから結局不安と排外主義を結びつけなきゃいけないと思っている人たち多いんですが、実際問題、社会運動研究の過去50年の蓄積を持っていると、これはかなり怪しいです。1から5の理由というふうにあるわけですけど、一番何かっていうと、不安っていうのはどの社会でもいつでも一定程度存在するわけです。じゃあどうか、不安が高まるからそういう運動は生じるのかっていうと、これは経験的な研究で否定されています。つまり不安が高まるときっていうのは、そんなことやるより自分の生活を守る方に行くわけです。あるいはその最も不安な人間っていうのはそういう方向に行くんじゃなくて、例えば選挙に行って極右に投票するような余裕がないから、そもそも政治に関心を持たないんですよ。これも西洋の研究で言われていることです。なのでかなり説明に無理があるということ。それからもう一つは、不安が全くない人っていうのもいないんですね。いろいろ聞かれて、例えば私が占い師のところに行ったとして、あなたなんとかかんとかですねって言われると、確かに占い師は私の不安を発見して、その不安に対して何らかの指針を示してくれるんですよ。で、同じような形で、何でしょう、どうも運動参加している人は不安があるに違いないって言って探していけば不安があるの決まってるわけですね。だから何でしょう、占い師と同程度のことで、要するに何でしょう、不安があるから運動にっていうふうな結びつきをするんですが、これはよく見るとかなり間違い多いです。それから3番目、さっき言ったように不安な人はそんなに余裕ないですね。学歴が低い失業者層、確かに社会に対して不満を一番持っている人たちですが、その人たちの危険率は飛び抜けて高いです。そういうことをまず見ていただきたいということです。それから4番目、これも経験的に言うと、不安が大きい時よりも組織が整備されてきた時の説明力がある。つまり公民権運動が何で起こったのかっていうと、これはいわゆるアフリカ系黒人と言われる人たちの大学進学率が高まった、大学のサークルを通じて組織ができてきた、それから黒人協会という基盤が整備されてきたということが大きいと言われています。なので組織的な基盤の方が説明力を持つわけです。これは後でインターネットの役割について触れるところと重なるわけですけど、から最後なんですが、不安が仮に役割を果たしていたとしても、私の認識というか一般社会学者というとして言うと、不安というのは原因じゃないんですね。不安は結果なんですよ。だから不安だから喧嘩になるということじゃなくて、喧嘩情報を見るから不安になる、あるいは何でしょう、不安だから防衛力を整備するんじゃないですよ。防衛力を整備するから不安になる。すみません、ここはややこしい。もうちょっと説明すると、例えば与那国島に今日のニュースに出ていたことです。基地を作るって言って、それに対して反対する人たちの話が出ていました。で、与那国島はどう考えても軍事的に何か基地を作る意味はありません。でも与那国島に基地を作るっていうのは不安だから作るんじゃなくて、基地を作ることによって不安が生じる。つまり基地を作ることによって中国が危ないという認識が作られるわけです。だからあるものが脅威っていう認識っていうのは、事前に脅威という認識があってできるんじゃなくて、脅威という認識を示すような、例えば防衛力を整備するなりした結果としてできるっていうふうになります。私の本ではその両方を、つまり不安みたいな原因が先にあるのか、それが結果として作られるのかっていうのを章ごとに変えて説明しています。で、実際のところ3章と4章では、3章4章6章7章では、実はこれは主観的に作られるものです、不安というのはっていう議論をしています。で、他の章では実は客観的に作られるものですっていうのをちょっとこう混ぜてるんで分かりにくいんですが、そういうことです。で、そこから何が言えるかっていうと、要するに病理的な人の病理的な行動という見方では、これはこの現象を解明できないだろうということです。実際に社会運動の研究で言われてきたのは、不安がある人間が鬱憤ばらしのために運動に行く、その間には仮に不安が原因だとしても、例えばどうやって情報に接するか、どうやって組織に接するか、誰がキャンペーンをするかで、その金をどうやって集めるかで、それを誰が正当なものとして言うかっていうようなさまざまな要因があるので、実は不安とそれから社会運動っていうのはかなり距離があるものだと言われています。なのでこれはまず否定した方がいいということ。それからもう一つは、これ最近の報道とかいろんなものを見てるとよくわかるんですが、社会的に普通に適応している人が非常に排外主義的な感情を持つというのがかなり出てきました。つまりこれは病理的な人でない、病理的でない人なんですけど排外的な意識を持つという、これ何の根拠もない排外意識を持つという点で病理的なことをしている、で病理的な行動をとっているという、その2つを結びつけなければ理解できません。病理的な人が病理的な行動をとるというのはすごく簡単なんですが、そうではないというところを出発点としたいと思います。で2のところなんですが、1のところで最後に3ページのところで書いたのは、つまり最初に少なくともイデオロギー的に運動が言ってることをシンパシー持つか否か、これはもともとの育ってきた環境とか、例えばその労働組合に入るとか学生時代どういうふうに過ごすとか、そういうことでかなり決定されている、決定というかかなり規定されている。でその意味で長期的な過程なんですよね。だからまずそこを見ずして何が言えるのかということ、これは何でしょう、私安田さんに対して一番批判的なこの点です。彼はこの点をほとんど見ていないということ。それから運動に共感するとしても、それは運動にまずどうやって接触するかという問題があるわけですし、共感したところでどうやって動員対象になって、そして動員対象になったけれども参加したいと思うかどうか、それから参加したいと思っても実際に参加するかどうかっていうのは、実はかなりいろんな条件が作用しているので、そんなに単純ではないと。でその単純ではないところをこう見ていく、それが3章から5章になるんですが、と2のタイトルなんですね。意外に普通というものです。つまり病理的な人が病理的な感情でこうよくわからないけどただ走り出してしまうというものではなく、意外に社会運動研究で言われる普通のプロセスを経て普通に動員されている。ちょっと違うとすると、左派の市民運動と違うのはインターネットに対する依存度が極度に高いという点です。ただ私これ後発効果と呼んでますが、要するに後から出た運動だからこそ脆弱である。で紙媒体とか人的なネットワークに依存できないからこそインターネットに依存せざるを得なかった。でそういう後発効果が実は新たな市場を獲得していたんだというふうに呼んでおりますが、それぐらいで、あとは割とオーソドックスな社会運動研究の知見が適用されるというふうに思っています。でいろんな一番今まででやっぱり手厚くいろんな報告をしているのは安田さんのもので、それから私のものも30何人かに聞いていること、メディアの報道でも合わせると30人ぐらいについて簡単なプロフィールも含めて出ています。でそういうものとか、あと私がインフォーマルに接触したけれどもインタビューできなかったとか、そういうようなものを合わせると大体以下のように言えるだろうと思います。まず活動家層と言われる人たち、この人たちは主には私念頭に置いているのは在特会でいうと支部運営と言われる人以上で、これは要するにお世話する側になっている人たちですね、活動家層というのは。でその人たち、例えば私最初に札幌で接触した時に公園で集まってとこに行ったんですよ。で私誰が主催者かよく分かんないので、ちょっとこう立って探していたら声をかけてくれるんです。初めての方ですかとか。だからその程度の社交性がある人が来ていると、お世話係になっているということです。でそういう人と、それから周辺的な参加者で、この周辺的な参加者の中にはちょっと1回行って辞める人とかいるでしょうし、あと中にはマックス2割ぐらいじゃないかという気がするんですが、人と目を合わせることができないとか、ずっとブツブツ何か言ってる人とか、ちょっとこう社会的な生活に困難をきたしてるんじゃないかと思われるような人がいます。あるいは本当に、ちょっと外出したことがあるのかっていう格好の人とかもいます。そういう人も含めてそんなに認知されないけど、参加するような人たちの間には一定の階層差があるだろうと。で私は活動家層に話を聞いて、安田さんは主に周辺的な参加層に話を聞いているという一概はあると思います。でそのうちお世話する側は、親中間層と言われる、要するにホワイトカラーとか自営業の人たちが多いと思います。でこの2つの差を含めて考えたときに、全体として階層的な特徴が顕著にあるとは言えないんじゃないかと、今のところそう言えると思います。で安田さんと私はなんかその辺でちょっと修練してるんですね。私はもうちょっと最初は尖って真中間層の運動と見た方がいいんですよと、で安田さんは底辺の運動と見た方がいいんですよと言ってたわけですが、なんか両方別に話し合ったわけではないんですが、なんとなくお互い合わせるとそんなに階層的な特徴はないという形で言った方がいいんじゃないかというふうに思ってます。でそれが表 2-1 のところであって、高卒以下専門学校中退卒、在学中退卒というのを入れると、そんな感じになっていて、なんでしょうね、ホワイトカラーが実際多いという結果が出ています。であともう一つはお世話するぐらいの人たちですから、それ以外にもアクティブであって、例えば在特会辞めていく人もやっぱりいます。ただそういう人たちの場合、私が知ってる人は結構多いのは、在特会みたいにずっとデモだけやってたんではやっぱり実効性がない。だから実効性を担保するためになんでしょう、もっと地域レベルで例えば自民党の市議とくっついて良い活動をしようというふうに言ってる人たちが離れていくんですね。でそれは本当に自民党の市議を応援しながら高校無償化に反対するとか、自治基本条例について外国人を入れるなと言ってみたりするとかいう形の活動をしています。でそういう人たちはやっぱり全体として言うと階層が高い、大卒の比率も高いと思います。だから何でしょう、階層が低い人ばかりじゃないし、高くて実際にそういう悪意を持って制度的に何かしようという人たちも結構いるということが言えるんだと思います。じゃあ階層にでも全体としてそんなに特徴がないとすると、他に特徴は何かっていうと、保守層であるということです。ものすごくもう私自民党員ですとかいう意味での保守層ではないんですが、あともう一つ、もうものすごく政治に関心があるんですという意味での強い保守層ではないんですが、割とみんな政治投票には行く。で投票行くときに支持政党を聞かれると多分無党派だけど、でも入れるとこは自民っていうのが多いです。だから私は共通項はやっぱ保守的な人たちだというふうに見ていますし、その意味で彼ら彼女らが言う保守運動とかいうのは自己規定は差し当たり間違ってないし、真に受けないとそれはまずは実像はつかめないというふうに思っています。でそこに書いてある人たちのうち、社会共産と言っていたのは、これやっぱり自分は戦後教育に騙されていたっていうような意味の人ですが、民主の2人は労組に入っていたからっていう感じなんですね。だから別にたまたま労組入っていたからっていうレベルの人たちなんで、左派的な人はいないし、それから左派的な人もで転換した人もそんなに多くはない。だから本当に保守層なんだと思います。その保守って言ってもいろいろバリエーションがあって、要するに自民党が治めていた何も考えないで済むような時代に戻してほしいと思いますという人とか、あとは本当に農村出身でこうおじいちゃんに薫陶を受けているというような人まで、いろんな人がいますけれども、でも保守系であるということです。でその時、じゃあなんで保守系の人たちが排外主義運動をするのか。まずじゃあ私は関心を持ったのは、じゃあ外国人との接点があったのかどうかということです。でそれからすると基本的にあんまりないです。会った人15人、なかった人19人としてますが、会った人でも在日コリアンと接点があったとしてはあんまり多くないです。しかも会ったとしても影響がないという人が多くて、ネガティブな人っていうのは3人ぐらいそこで書いてありますが、1人はすごく保守的なお家で在日と関わるなっていうふうな教育を受けていた。でその人京都大学に入るんですが、京大って自分とこの学長がウトロの問題で在日の人を擁護すると、それはおかしいと思って、なんていうか抵抗運動みたいにしてたとか言ってやってるわけですね。だからそういう人はいるんですが、もうそれは圧倒的にマイノリティだと思います。であとは外国人、いわゆるヌーカマーの人たちが増加した。それからアルバイト先に中国人がいて、自分がトイレ行ったら中国の人が第4の方をして流していなかった。これは自分が聞いていた話と全くあれですごく嫌悪感を持つようになりましたっていうことぐらいなんですね。だからいわゆる移民の増加っていうのは全然きっかけになっていないんだということ、じゃあ何がきっかけなのか、その下の表ですね、表の2と4、2の4というところで、それ見ていただくと2つ大きなものがあって、近隣諸国、これが11人、それから歴史問題、歴史修正主義が8人ということになっています。いわゆる直接の外国人問題とされるものは外国人参政権1人と、それからさっき言ったウトロの人が1人いるぐらいです。だからむしろ在日コリアンはきっかけではないんです。後から彼らの言う在日特権というものは発見されているわけです。きっかけになっているのはむしろどちらかというとニューカマーの方が多い。だからこれはヨーロッパでいう流入が排外主義を生み出す人に近いわけですが、ただこれにとって主流じゃない。じゃあ何が主流かっていうと、そこにある韓国、北朝鮮、中国、歴史というこの4つになるわけです。じゃあなんでその近隣諸国の問題と歴史の問題が入り口になっていくのかっていうのが、私が次に考えたいことだということなんですね。ですごく短く言うと、その4ページの最後から5ページの頭に書いてあることになります。つまり彼らに愛国心を持っている。でその愛国心がとてつもなく的外れな方向で発揮され、他者に対して暴力を振るうのが今の日本の排外主義だというふうに思っていますということ。それからもう一つはこれは近隣諸国との関係も含めて歴史修正主義の一部だというふうに思っています。でこれは後でキムさんにすごく詳しく展開していただけると思うんですが、やっぱり歴史修正主義の問題を抜きにして私はこの問題を語ることはできないというふうに思っていますということで、じゃあそういうふうなイデオロギーを持った人たちがどうやって運動に参加していくのかというのがインターネットとインフラ整備のところになるんですね。でそれはやっぱりなんでしょう、2000年代になってなんで急に排外主義的なものが出てきて運動になったのか、これは非正規雇用の増大とか格差問題っていうふうに言う人いるんですが、これではないです。大きいのはやっぱり近隣諸国との関係およびインターネットだと思います。インターネットのADSL ができて普及してきた2000年代前半ぐらいから、それから動画がアップされるようになった2000年代後半、この2つがすごく大きな活気になっているんだというふうに思います。ただインターネットがじゃあ重要なんですけど、どういう役割を果たしたか、さっきお話ししたように排外主義運動は金もなかったんで紙で、例えば移住連は何でしたっけ、900部ぐらい紙で印刷して、でそれを会員にわざわざ郵便で送るような手間をかけてやってます。お金ない言いながらやってるんですよね。おかしな団体なんですけど、でそれなんでかっていうと、やっぱり紙で送るっていうのを左派の市民運動はずっとやってきたからだと思います。でも右派の市民運動ってそれないんですよ。できないというか、そういう基盤がない。だからなんでしょう、いきなりインターネットでしかやってないわけですね。でそうすると実際は本当お金かかりません。で各地でビデオを撮ってる、あれ多くは会員の中で持ってる人がやってることです。旗を買ったりするっていうのはあれを、本部から来たお金を使ったりしてるわけですけど、そういう意味でお金はあまりかけないで済むというところがあります。でこれはやっぱり左派の市民運動もちょっと真似てというか学習して巻き返しをしていただきたいなというふうに思うところになります。今日の動画はそういう意図で撮られたのかどうかちょっと分かりませんけど、そういうことですね。ただ重要なんですけれども、どこで役に立ってるか、それはハードとソフトというふうに分けて書きました。つまりハードっていうのは接触の媒介です。これでも単なるテレビと同じようなインフラのレベルでの役割という意味ですと、それからソフト、認知の媒介、つまりインターネットを通じて認知がものすごく変わっていったという2つに分けて言うと、実はソフトの面ではそんなに大して役割を果たしてません。だからもともとあるイデオロギーをある方向に強化するのでは役立ったんですけど、いわゆるネットで真実と言われるものを発見して興奮したというところまでは言えないんだと思います。だから彼ら新しい事実を発見したけれども、それはすでに彼らが保守系といったわけですけど、その保守系であってそれを受容する基盤ができているからだというふうに言えるんだと思います。なのでその4証言に分けたうち、インターネットは促進、インターネットが実現と分けましたが、インターネットが促進したのはあくまでその認知を促進したんですけど、インターネットがなければじゃあ彼らは排外主義にならなかったか、つまり例えば紙媒体で何でしょう、そういう転換的な情報とかに接していたらならなかったかっていう、そんなことはないと思います。だからイデオロギー的にはすでに受容する措置があったんだということです。だからあんまりインターネットの役割を過大評価するのもどうかということなんですね。だから結果的に言うと、彼らが動員させるプロセスというのは意外に普通です。だから例えばですけど、アメリカで60年代に学生運動に参加した人たちを分析した「ヤング・ラディカルズ」という本があります。そこに書かれていることとその在特会の活動家の話と並べてみてもそんなに距離はないです。あるいは違和感もないです。だから特異な育ち方をして、特異な認識を持って、特異な経験をしてということではなく、割とそのままある方向に育っていった結果として排外主義になったっていう言い方が可能だと思います。だからその意味で参加者は別に病理的な行動だと思ってもいないし、その人たちが病理的な性格だから参加するというのもこれは言えないと思います。じゃあどういうふうに考えればいいか、つまり病理的な人の行動でないとすればどう考えればいいのかっていうと、さっき言った保守とか愛国、それがとても歪んだ形で現れたというのが1点目から2番目、じゃあ実際に病理的な行動をしてるんですけど、なんで彼らはそれを病理的だと思わないのか、つまり病理的ではなくそれを愛国に見せる条件は何か、それを考えなきゃいけないだろうと思います。それが3のとこなんですね。つまりそうすると保守とか愛国が変化したからじゃないか、病理的な方向にっていうことになります。でそれを見ていくとどうなるか、これ、私が使っているデータは諸君と正論、それから諸君が何やったウィルという雑誌に出たその記事の見出しから、右派の論壇にとっての敵、この右派の論壇にとっての敵というのは単に論壇レベルじゃなくて、右派の政治家にとっての敵と非常によく重なりますので、そういう目安と思っていただくといいと思いますが、どう変化していったかっていうのを、82年から2012年までこうちまちまと計算していったものです。でそこで何が言えるかっていうと、80年代はやっぱりソ連が圧倒的に敵なんですね。それから軍事に対する関心が強いです。でところがソ連が崩壊すると、もうものすごく少なくなって、もうほとんど登場しなくなります。つまり右派論壇にとって敵ではなくなってしまう。でその結果として後でちょっと出てくるように既成の右翼、外旋右翼が衰退していくというところがあるわけです。でそれからだんだんちょっと内向きになって外国関係が減って、どうなるかっていうと、その後出てくるのが東アジアの近隣諸国なんですね。でそれはもう中国がすごく多くて、で北朝鮮がその半分ぐらいでしたかね、あって、でさらにその3分の2ぐらいの大きさとして韓国が出てくるという状況が存在しています。でこれ6ページの上の図の右側の方を見ていただくと分かるんですが、2000年代になってこう圧倒的に増えてるんですね。外国に対する関心イコール東アジアに対する関心みたいになっていて、ものすごく敵視する方向になっています。でこの構造的な背景を指摘せずして排外主義運動はやっぱり語れないんですね。なので右派にとってやっぱり近隣諸国、そしてそれは他の問題もあるんですが、近隣諸国が焦点化するそのポイントとして歴史問題があります。でそれが図の 6-3 というものなんですが、歴史が軍事防衛に変わってすごく大きな比重を占めるようになってきます。でしかも歴史問題の中で外国が関わる比率というのは、これ周期はありますけどやっぱ上がっていくわけです。だからその意味で右派の論壇が歴史を媒介として近隣諸国に対して敵意を向けていった、その構造と実はかなり関係あります。在宅会の実際の構造行動を、これちょっとスペースがないんで図は載せませんでしたが、分析していくとこの右派の論壇の傾向とかなり一致しています。ただ唯一一致していないのがあれなんですね、いわゆる外国人問題の比重です。右右派の論壇で外国人に関わるものが最も多かったのが確か2010年で 3.5% ぐらいです。それでもだからそんなにもともと右派の論壇というのはいわゆる外国人問題に関心を持ってこなかったんですよ。でところが在特会の行動というのは排外的なものだけじゃなくて歴史問題とかそういうのも取り上げてるわけですけど、やっぱり排外的なですね、外国人排斥が最も多い。でこのギャップは何かっていう時に私が言ったのは活字メディアとネットメディアの違いだろうということで、その辺はちょっと詳しく言えませんが、ネットメディアで外国人排斥が独立して出てきたというところがあるわけです。ただ同時に外国人参政権についてこれは言えることなんですけど、ネットで発生したデマが逆流して活字メディア、これはウィルが何でしょう、外国人参政権によってオランダは占領されたみたいなデマを流すだけじゃなくて、読売新聞の社説デマでそういう変なデマが受容されていくという逆流する方向にもなっているというところがあるわけですね。じゃあこの外国すみません、金利ショックに対する関心がどうやっていわゆるその彼らの在日特権の非難みたいな方向に結びついていくのか、これを考えるにあたって三者関係で考えなければいけないだろうというのがその後の話になります。三者関係って何かっていうと、日本という国、それから南北朝鮮というそれぞれの国および在日コリアンっていう三者関係で見なければこの問題理解できないだろうというふうに思ってます。でそれを考える上でブルーベーカーという人が東欧のナショナリズムの研究をした。それが非常に役に立ちました。どう役に立ったかっていうと、東欧でなんで西欧でいわゆる民族問題が移民に対する排斥を除いては収束していったのに対して東欧ではなんであんな問題が生じていったのかっていう問いから始まるわけですね。でそれで彼が言ったのは、東欧っていうのは分裂した時に民族化をしていった。民族化っていうのは特定の民族の国であると。例えばユーゴスラビアは多民族国家と言っていたのを単一民族国家であるというふうに言って、それ以外の民族はかなり露骨に排斥していった。これはユーゴスラビアだけじゃなくて旧ソ連のバルト三国なんかでも同じことですし、大陸の東欧の国も同じようなところがあるわけです。でそういう国家がまずいて、でそれに対してそこに住むナショナルマイノリティといわれる少数民族がいるわけです。でその人たちはかつては一員だったのが排斥の対象になっていく。それから韓国、北朝鮮、日本の場合はという民族にとっての祖国がいて、でその国との関係で処遇が決まっていくという、この3者の関係で見なければ少なくとも戦後の在日コリアンのことは理解できないだろうというふうに思っております。つまり今まで一般に言うとホスト社会とそれから移民という二者関係で説明されてきたわけです。でヨーロッパの外国人参政権問題というのはそういう文脈で説明されてきたんですが、それでは多分日本のことは説明できないんですね。だから日本で初めて私が読んだ英語について英語で右翼について書かれた論文を読んでいて、右翼はこのままいくと衰退するだろう、しかしこれ90年代に書かれたものなんで外国人労働者の流入みたいなものによって右翼が活性化する可能性はあると書かれてるんですね。でところがこれ起こんなかったんですよ。いわゆるそのニューカマーの増加っていうのはその排斥運動を組織的な形で大々的な形では起こしませんでした。ところが代わりに起こったのは何か、1991年以降毎年平均して1万人ぐらいずつ減少している国籍で見ると在日コリアンなんですね。だからこれは明らかに何でしょう、二者関係では説明できない。じゃあ何で説明すべきかっていうと、その民族の祖国を入れなければダメだろうということです。でもう一つ難しいところなんですが、これは私が言うことではないと思うんですが、南北分断がまだ今でも続いている。でそれが日本でも日本の中の38度線という形で残っている。だから在日コリアの統一した団体というのはないですね。でそれが日本政府によってうまく利用されて分割統治という形になっているという現実はあります。これは朝鮮学校の問題に対する民団の対応を見れば分かると思います。でそういう観点からじゃあ日本の対在日コリアン政策を見ていくとどうなるかというのは7ページのところなんですが、個別の事実についてはあまりお話しても仕方ないんで言いません。ただ在日コリアンのまず法的地位について言うと、韓国との国交正常化の過程で議論になって、で1965年に協定永住ができた、で91年に特別永住ができたという形で安定化はしているんですね。でところがまず協定永住できた時に朝鮮籍の人はこれ排斥さそこから排除されていたわけです。からもう一つは韓国籍の人たちは民団をそれから韓国政府を通じて自分たちの意見を言うような回路は持っていたわけですが、朝鮮籍の人たちはそれすらなかったということになります。これは91年の時も同じです。ただ91年の時どこが違うかっていうと韓国籍朝鮮籍関わりなく特別永住という資格を設けたというところは違います。これはある程度日本政府のちょっとまともに考える、つまり実際にもう住んでる人たちをどうするかっていう思考があったというところは言えると思いますが、それ以外に何が何でしょう、在日コリアンの処遇を改善させる要因になってきたか。それ以外で挙げられるのは79年の国連人権規約から82年の難民条約、これを批准したことで変化した、つまり社会権からの排除を見直したということになるわけです。でその後参政権法案も検討するわけですが、この参政権法案も韓国との外交関係がなければまずまともに議題に乗る可能性はなかったと思います。それからもう一つ生じたのは北朝鮮との関係で朝鮮学を弾圧するということだったわけです。つまり日韓関係を考慮して一定の措置を行う、日朝関係によってソ連関係の機関を弾圧する、だから国際条約によって差別的処遇を見直す、つまりこれ全て日本政府が主体的にやったことではないんですよ。外交関係あるいは国際条約によって初めてできたものです。要するに私一番この書を月明けべで書いたんですが、一番怒りを込めて書きました。なぜかっていうと、要するにそこに書いてあるように自らの課題として対在日コリアン政策をまともに考えたことはないわけです。だからそのために在日コリアンの状況に関する審議会も国レベルは一度も開催されたことがないです。これは例えばアイヌが旧土人法からアイヌ新法を作るにわたって何をしたか、あるいはその同対策基本法を作るにあたって何をしたかっていうことと比較するとすごく明確なんですね。だからいまだに日本政府は在日コリアンについての実態調査をしてません。地方自治体はしてます。なんでやってないか、アイヌについてはやってるんですよ。つい4年前にそれはやっぱ法律的な根拠があり審議会がありという手続きを踏まえてるからなんですが、1回もやってないんですね。で2005年に初めて外国人の管理とかそういうことではなく処遇をもうちょっとまともにしましょうという趣旨で総務省が多文化共生というのを掲げて審議会を作りました。ただこれ在日コリアンは基本的にこれもう蚊帳の外に置かれてました。つまりニューカマーについて設けたのが初めてであって、在日コリアンはそれ以下の扱いなんですね、少なくとも政府の方針として。だから三者関係でしか在日コリアンのことを考えられないという意味でものすごく制度的な病理が今に至るまで続いているんだということです。だからこれは私はこの点がこの問題の最も大きな何でしょう根源にあるというふうに思ってます。でじゃあこの三者関係で見た時に日本政府はまともに何も考えてこなかった、外圧によって初めて何かやってきた。じゃあそれを排外主義の運動の人たちがなんでそういうものを受けて排外主義者になっていくのかということです。最後に一般論として言うと、移民研究の常識として言うと、外国人排斥の動きというのは何でしょう、食の競合であるとか、あるいは失業が多いとか、そういう理由によって起こるものなわけです。ところが在日コリアンは失業率今でも高いです。実際に国勢調査のデータなんかを見ると、ただしそれが目立つほどではないということ、それからもう一つは就職差別が非常にきつかったから自営業に行かざるを得なかったけれども、それにもかかわらずその自分たちの連帯を通じて社会経済的な地位は上昇してきた。これを何でしょう、移民研究を一般の言葉で置き換えるとモデルマイノリティというふうになるんですね。でこの言葉はさすがに私は活字はちょっと使えませんが、一般にはそうに言われます。でそういう最も排斥に遭いにくい集団になるはずなんですよ。ところがなぜなるのかっていった時に、まず排外主義の運動をしている人たちは外国人に関心がない、意識もしていない、認知もしていない、接触もしていないと言いました。じゃあまず何を認知するか、さっき言ったように近隣諸国だったり歴史の問題だったりするわけです。でそれによってそれを介して歴史問題で日本に何か言ってくる国が憎い、あるいは最初からもう近隣諸国が憎いというふうになって、3項のうちそれが在日が憎いというふうに変換されていくんですね。ただこれは彼らの中ではすごく脆いものです。私がだから話を聞いていて最も印象的だったことは、歴史のことに関心があるの分かりました、例えば尖閣のことに関心があるの分かりました、でもそれでなんで在特会なんですかって聞くわけですよ。そうするとその人たち結構こう今日疲れたような反応をするんですね。つまり自分たちの中ではなんかそれ別につながっていったんですよ。ただ言葉にできるようなつながりではないです。でどうに言うか、ある人なんかだと日本を守りたいというところがあって参加している。でもそれがじゃあなんで外国人問題でつながるんですかっていうと、今まで考えたことなかったです。でも彼らにとって護国活動、愛国活動であって、それは排斥活動でないんですよ。なんでそれが排斥活動になるんですかっていうと、ちょっとよくわからないっていう人がそこまで明示的に言う人は多くないんですが、結構そういう反応です。でもじゃあって言って、もうちょっとこう話の継ぎ方していくとどうなるかっていうと、韓国、北朝鮮、在日、みんな朝鮮人ですよねっていうふうになるわけです。これ当たり前なんですけど、何でしょう、人間環境によって全く変わるわけです。そもそも韓国、北朝鮮ってジッパ人柄に捉えられるはずないんですが、でもみんな朝鮮人ですよねっていうフレーズで一緒にされていくわけです。こういうのを学問的には本質主義と言いますが、非常にその弱い、論理としては非常に脆い中でやっている本質主義みたいなものによって彼らは支えられている。だから彼らがやっていることも、これは要するに何でしょう、日本に害をなすものに対しての反撃であるという論理になるわけです。つまりそこに表の8の2に示したように、民族の外部内部、それから国家の内部外部って分けたわけですが、民族の外部、つまり日本民族でないものは在日コリアンも韓国、北朝鮮、民族の祖国も全部同じであるというところによって支えられているわけです。だからここのところを何とかできないかなっていうのは私の課題として一つあるんですが、それは後でちょっと実践的な害というところでお話します。で残った時間、実践的な害なんですが、まず今できていることの分析です。これヘイトスピーチという言葉が2013年に急速にこう広まって、そして流行語大賞トップ10に入りました。これはカウンターの運動が新陽区で大々的に起こってわずか何ヶ月かでできたという点で、もう社会運動の研究をしているものとしてはまれに見る成功例なんですね。ただこれなかったわけではないんですよ、そういうカウンター運動が。2009年のカルデロンデモの時に蕨で会った時、カウンター運動あって、でそこで在特会のバナーみたいなのを取ったりするっていうこともしてます。でところがその運動は全然実を結ばなかったというとおかしいですけど、少なくとも世間の注目を浴びることはできなかった。で2013年に急速に成功したのはなぜか、これはやっぱり解明、私はぜひしていただきたいと思います。それを解明することで少し対策を取ることができるんじゃないかというふうに思っています。それが1点目。それから2点目なんですが、対在日コリアン政策の正常化というふうに書きました。つまり一般に対在日コリアン政策というのは日本にいる居住する住民のに対する政策なんですね。でところが日本の政府はそれを考えなかった。少なくとも明らかに在外公民ある国のに対する政策としてやっていて、でその在外公民のその祖国との関係が良好だと処遇をよろしくし、で悪いと弾圧するというふうにしてきたわけです。でそれに対して一つの抜け穴というとおかしいですけど、オルタナティブとしていうのは歴史的に言うと実際の外国人政策だったわけです。でこれいろんな言い方がされますけど、なんで自治体が外国人政策を国よりに先んじていろんなことをやってきたか、これはすごく単純で、もう住民とその地方政府という関係で見たときに他のことを入れずに、対外関係入れずに何らかの形で処遇するのは当たり前じゃないですかっていうレベルのもの、それが大きいと思ってます。もちろんそれ以外にもいろいろ説明できますけど、なので住民の権利というところをにちょっとこう立ち戻って、少なくとも三者関係で考える異常であるっていうところは考えたと思います。これはキムさんから多分後でコメントしていただけると思います、これの限界についても。それから資料につけたんですが、清さんという人が私の本を読んでかなり詳細なレビューを書いてくれました。でこれ何が役に立つかっていうと、彼が言ってるのはつまり保守から歴史修正主義になって、それから排外主義の活動家になるまでにネット右翼になるだろうと、そこの回路を経ている。だからその辺をもうちょっと細かく見ることで、何でしょう、排外主義者に至る回路をどっかで遮断できるとしたらどこで遮断するかっていうのを見極められるんじゃないかというようなニュアンスとして、私は趣旨として私は理解しました。だからどっかで細かく見ることで喧嘩とか排外主義に至る回路を切断できるんじゃないか。でそこは実はカウンター運動の成功とも関わることだと思うんですね。つまりカウンター運動の中には歴史修正主義に組みする人もいるわけですが、少なくともどっかでは一緒にできているところあるという意味です。ただこれ私があんまり専門ではないので、こういうことがあるという程度の話にしておきます。で私は社会学のずっと教育を訓練を受けてきたんですが、今回書いたのは政治学と社会学の境界の話です。でなんでかっていうと、つまり病理的な人が病理的な行動をするという社会心理学的な、つまり社会学の一分野で説明できないとすると、何で説明しなきゃいけないか、政治との関連で説明できないしなきゃいけないだろうということで、政治学的な話をかなり持ってきているわけです。でそこから得られる何らかの指針があるとすると、こういうことです。極右というものをもうちょっと区別していった方がいいんじゃないかということです。それについて資料1で書いたものがあって、資料2っていうのも同じことです。で資料1は何を意識したかっていうと、いわゆる保守でも普通に計算ができる保守、リアリスト保守、あるいは穏健派保守、良識派保守、そこぐらいに届くようなことを意識して書きました。なんでかっていうと、極右っていうのはこれ狭い意味での国益も損なうからです。そこに書いたように石原都知事が当時の尖閣を購入すると言って、で野田政権が購入しました。これは要するに極右が言っていた口車に乗せられて尖閣の国有化をした結果、ものすごく損をしたわけですね。これは純粋狭い意味での国益という観点からすると、だから極右が言ってることというのは狭い意味での計算をできない発言である。じゃないと局は再開できませんから、リアリストの保守と。で狭い目での利益を考えることはできないがゆえに危険であるというぐらいの話にしないと保守は乗ってくれないんで、そういうふうに書きましたが、少なくとも何でしょう、リベラル左派だけの連合ではちょっと今や対抗できないんで、保守と極右を区別して、あなた方は保守ですと、あなた方は極右ですというふうに分ける必要があるんじゃないかということです。で、実はこれ私これについて2006年に論文で書いたんですが、全然これは何でしょう、日の目を見なかったんですね。で、どうやって初めて日の目を見るようになったのかっていうと、この「朝日のジャーナリズム」という雑誌に書いた時に、2012年12月の総選挙で日本維新の会が第3勢力になった時、イギリスの「ガーディアン」は極右新党が第3勢力にと書いたんですね。要するに海外から見ると維新は極右なんですよと、石原も極右なんですよというのをちょこっと書いたら、その資料2にある東京新聞の佐藤さんという人が、これたまたま彼も同じ雑誌に書いていたので、そこにちょっと目をつけてくれて、で徳島まで来てくれた話を聞いて取り上げてくれました。したらこの記事を見た北海道新聞の人が私に書きませんかという形で次に書いてくれたわけです。で、今度火曜日にまた東京新聞はその極右について取り上げると言ってました。つまりですね、こういうわらしべ長者の話じゃないんですが、最初にわらが1本あって、でそれが次のものに交換されていくという形で出てくるわけです。これがわらしべ長者のわらなのか、それともこう溺れるものの藁なのか、ちょっとまだわからないんですけど、できるだけわらしべ長者になるように頑張りたいというふうに思いますが、何が言えるかというと、貧困についてとちょっと同じ構造があるんだと思います。つまり貧困あるんだけど貧困ないって言ってたわけです。でも貧困あるじゃないかって言ったら貧困って広まったんですよ、日本で。同じように日本に極右はあるんだけど、今までマスコミは取り上げてきませんでした。極右あるでしょ、極右という用語を使いましょうよということで定着させられる可能性あるんじゃないですかとある人に言われました。で、なんでその極右という言葉が必要かっていうと、重要なものとしてやっぱりその主張の正当性を低下させる必要があるわけです。今極右という言葉がないがゆえに議論まずいというのを何というかこううまく言えてないんですね。だから極右という言葉を使うことで、あれはやっぱり明らかにまずいでしょっていうのを私はしたいというふうに思っております。で、この一つの理由はその表の6-1というところと関わります。これは6章で使った表をそのまま持ってきているものです。説明すると、極右運動をいくつか並べていくとしましょう。で、その時例えば新しい歴史教科書を作る会とか救う会っていうのは、在特会みたいな直接行動中心ではないです。なんでかっていうと、彼らは国会議員と密接なつながりを持っているからです。つまり政治的な機械構造っていう専門用語を使ってあれしましたけど、政治とのつながりをどの程度持っているかというのが重要です。で、排外主義運動は今のところ政治とのつながりを持ってません。しかし現説の機械構造というのが別にあります。これはもうちょっと分かりやすく言うと、主張がどの程度広まっているか、支持されているか、正当性を持つとみなされているかという話であって、排外主義運動を言ってることむちゃくちゃなんですけど、すごく重要なのは、例えば安倍が言ってることと在特会が言ってることは歴史認識に関してはほとんど同じです。要するに何でしょう、自民党右派の人たちとか日本維新の会が言ってる人たちとあんまり変わらないんですね。対外関係についてももちろんさすがに日韓断交なんてことを政治家は言いませんが、だからその主張自体はそんなに突飛なものとは受け取られてないということになります。で、それを何でしょう、知ってるからこそやっぱり排外主義の運動っていうのは自分たちがやっていることは正しいと思えるわけです。ただし政治とのつながりはない。で主張は支持されているというところがあるので参加者は来る。じゃあ来た人をどこに向けるかっていうと、政治に向けられなければ街頭に向けるという形で、そこでいうラディカル化というのが起こるわけです。これ制度化したらもっと始末に負えないわけですよ。新しい歴史教科書を作る会なんかの場合は政治家が手こ入れしていろんな圧力をかけたりするのですごく始末に負えないわけですが、それでもラディカル化という形で街頭に出ていく行動を抑える必要がある。でそのためにはその右下のマージナル化という方向に誘導していく必要があるだろうということです。でマージナル化というのは今の規制右翼はそれに当たるわけですね。つまりもう主張を支持するのもいない、政治とのつながりをも持ち得ないという意味で、だから今何でしょう、その排外主義運動の沈静化あるいは抑制みたいなものをするには、この現実の機械構造、その言ってることが正当性を持たないというふうに何とか転換させる必要があります。でその際に極右という言葉を使えないかというふうに思っているわけです。日本政治の語彙になかったものなわけですから、これを持ち込むというふうに言葉を使ってますが、ただ実際に存在するので、その方がいいだろうと、事実認識としてもということ。それからもう一つは、極右という言葉には常に民主主義として容認できないものという含意があります。で西欧の場合はだから極右というふうに言葉を使うのは、ここでもう何でしょう、まともに対応してはいけない線を引くわけです。これは貿易線というふうに呼ばれますが、要するに病気の時にこれ以上広まらないように線を引くのと同じような形のものです。これ自体有効な時とそうでない時があるんですが、今のところ日本ではこれを引いた方がいいんじゃないかということなんですね。で保守をちょっと引き込むような形にしないとダメだろうと。これは別に運動としてというよりは現説の問題としてなんで、研究者なんかがもうちょっと頑張らないといけないということになるわけですという形で書きました。それから資料の1、2については今見ていった通りなんですが、3、4のところ、なんでこれをつけたのかというと、これは朝鮮新報と民団新聞、つまりソ連と民団の機関紙なわけですね。でこれで取り上げていただいたんですが、非常に感じたのは、これちょっと細かく読んでいくとすぐ分かるように、やっぱり38度線が明確に引かれてるんですよ、ここで。だから使ってる語彙とか何に触れている触れていないとかいう問題があるわけですし、特に資料4のところ、民団新聞で取り上げていただいた私の本の左のところ見ていただくと、対話ポーズに惑わされるなっていうのが同時に出ているわけですね。でこういう何でしょう、分断された状況はやっぱり歴史的にいろんないきさつがあるし、私が何か言うことではないと思うんですが、今回の読んでこれによって少なくとも排外主義者は得をする方向にしかなっていないなというのは感じさせられたので、コピーした次第です。でちょうど時間になりましたので、私のお話はこれで終わらせていただきます。